その方がじゃあ何か責任取ってくれるんですかっていうことなんですよ。はい、こんにちは、広報部本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。今回はですね、過疎についてご質問がありました。皆さんですね、過疎、気にされますかね。この過疎なんですけれども、もし過疎をですね、気にされるのであれば、この3つのポイントに注意して考えられてはいかがでしょうかというお話を今日させていただきたいと思います。で、今回来た質問がこちらです。いつも参考にさせてもらっています。過疎について質問です。親が過疎についていろいろ口を出してきますと。心配なのはわかるのですが、私たち夫婦はあまり過疎は気にしていません。本田さんの過疎に関してのアドバイスなどありましたら教えてください。よろしくお願いします。という形でご質問が来ています。はい、これ過疎ですね。本当に間取りを考える上で過疎をですね、結構に気にされる方ともう全然気にされない方と、結構分かれるんじゃないかなというふうに思っていますので、今回はこの過疎をですね、どういう形で考えていったらいいのかっていうことを最後にちょっとお話ですね、していけたらと思いますので、最後までご確認いただけたら幸いです。はい、今回ですね、過疎の件なんですけども、まず私の考え方なんですけども、過疎はですね、全く気にしていません。どちらかといったらほぼ興味がないっていうぐらいのレベルで、過疎に関しては何の思い入れも考え方も正直ありませんということですね。基本的には信用していないっていうことですね。で、過疎なんですけども、やっぱりですね、僕が思うのは、やっぱりその過疎を考えすぎていくと、当初オーナーさんが希望していた間取りにならないケースがやっぱ多いんですよね。こういうふうな動線があって、ここに玄関があって、ここに収納があって、ここにお風呂、トイレがあってというような形のイメージをされてたものから、だいぶかけ離れた空間になるケースが結構多かったりするんですよね。じゃあそれが本当にオーナーさんが実際問題住んで心地よい空間になるっていうのはもう全く別問題になってくるので、過疎ばかりを気にした間取りにしていくと、やっぱその辺がやっぱりちょっと不具合が出てくる可能性が高いので、基本的には僕が設計する時にはその過疎がどうこうとかっていうのは一切気にせず書きますっていうところですね。で、やっぱりそれを気にして書くと、さっき言ったように使い勝手が悪くなったりとかいう形になりますので、その辺は基本的には僕はもう一切気にしていませんし、オーナーさんが気にしていなければもう全然気にせずに、それ以外のことを重視して間取りを書きますというところですね。で、あともう一つ過疎にあるのは、やっぱり何かあってもですね、責任を取ってくれないっていうのがあるじゃないですか。要は例えばなんですけど、本当に過疎を信用しきってですね、過疎とか風水とかも含めてなのかな、その辺も全部信用して全部取り入れましたと、もう自分たちの希望も夢も全部捨てて、過疎をですね信じて、過疎のいいように風水がいいように全部信じて建てた結果、何かを、身内に不幸があったりとか、ご家族の誰かがすぐに亡くなってしまったっていうことがあっても、誰も責任取ってくれないじゃないですか。例えばそれを打った過疎とか風水をアドバイスしていただけるすごい素晴らしい先生がいて、その方の言う通りに全部しました。でも例えばご主人さんが突如家建てた後すぐに、事故で亡くなったとしても、その方がじゃあ何か責任取ってくれるんですかっていうことなんですよ。もちろん取ってくれないと思うんですよね。何かあっても。それはまた何かこういう違うことがあったからとかっていう、当然なんかそういう違う話に持っていかれる可能性も高いので、基本的にはなんかそういうやっぱり誰の責任にもならないようなことっていうのを、僕から押し付けることはありませんよというところですね。結局本当はもう気の持ちようなので、自分が信じるか信じないかっていうところだと思いますので、それをですね、もう私の方から設計の時にこういった過疎を気にして考えましょうねとかっていうようなアドバイスはしませんという感じです。それについて責任が全然取れないので、過疎を気にせず建てた家で幸せな方もいらっしゃるし、過疎を気にして不幸になった方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。もちろんその過疎とか風水とかしっかりされてる方っていうのはそういった統計を取っているのかもしれませんけども、それはあくまでもなんかその一つの例であって、全てがそうしないとダメとかっていうようなことにとらわれる必要はないんじゃないかなと思います。で、こういうあと過疎とかっていうのはやっぱりその引き寄せの法則が僕は働くんじゃないかなと思っています。僕は過疎とかそういう占いとかは1ミリも信じていないんですけども、引き寄せの法則っていうのだけは信じてるんですね。それ何かっていうと、自分がやっぱり思った方に進んじゃうとか、自分が口に出したことが実現しちゃうっていうようななんかイメージがどうしてもあるんですね。それ何かっていうと、過疎を気にしてるっていう形でずっと考え始めると、それがずっと気になって結果的になんか悪い方向に進んだりとか、なんか口に出してこう言ってると、やっぱり過疎が悪かったからだとか、過疎通りしなかったからだ、悪いことが起こったから今度も起こらないかなとかって考えてると、また悪いことが起こったりとか、なんかそういうのに思いが引っ張られるっていう引き寄せの法則っていうのがあるんですけども、なんかそういうのは僕はあるんじゃないかなと思うので、あまりなんか口に出してそういうことを言わないとか、なんか思わない方がいいんじゃないかなと思っています。で、今の段階で気にされていないのであれば、僕は全然気にされない方がいいのかなというふうに思っていますね。まあでも普段からじゃあ割と仮想を気にしていますよとかいう方がいらっしゃると思います。普段からそういった占いが好きでとか仮想が好きでとか風水がすごい好きで、今の賃貸の状況でもそういったのをちょっと取り入れて生活をしていてすごく気分がいいですという方もいらっしゃると思いますので、この方に対して3つのポイントで少しお話ししていこうかなというふうに思っています。この3つのポイントをですねちょっと注意して打ち合わせを進めていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っていますので、ここも確認していただけたらと思います。でもしその風水とか仮想とかそういったのを取り入れるのであれば、まず1つ目なんですけども、見る人、聞く人、見る本、そういったものは1つに絞りましょうということですね。でこれあるのがやっぱり風水とか仮想とかってやっぱり見る本、言う人とかによって全然内容が変わっちゃったりするんですよね。なので何々先生はこう言ってたけども何々の本見たら全然違うこと言ってたってなった時にもうパニックじゃないですか。なので基本的には、見る人、聞く人、見る本、そういうのは1つに絞った方がいいんじゃないかなというのは絶対に思います。でこれやっぱりしておかないと本当に収拾がつかなくなりますので、信じられるのであればなんか一つの方向性を決めてその方が言ってることだけを取り入れるとかいうような形でやっていかないと結局収拾がつかずに本当に最初に言ったように住んで心地よい空間にならない可能性もありますので、せっかくいろんなことを取り入れたけども結局使い勝手が悪いとかいうような形になると元も子もありませんのでね、基本的にはやっぱり一人の先生とか一つの本とかに絞って風水仮想とかを考えられるのが僕はベストなんじゃないかなというふうに思っていますのがまず1つです。で次2つ目なんですけども、親の意向も確認しておくっていうことですね。これが結構先なんじゃないかなと思います。先ほど言ったように割と僕らの若い世代とかっていうんですかね、もう本当40代、僕はもう今も40代なんですけども、40代から若い方とかっていうのは、結構気にされない方が多いんじゃないかなと思います。仮想とか風水とかそういった占いとかね、信じてない方が多くてあまり気にしませんっていう方が多いんですけども、もしそういうのを気にされるのであれば親がどう思ってるのかっていうのも聞いてください。で自分たちはこの本を信じてやってるけども、いや親はこの先生がいいからこういった形でここをこうしなさいとかっていう親からのアドバイスとか意見があったりとかしてまたごっちゃになるケースがあるので、家の間取りを考える前に、奥さんの方の親御さんもそうですし、ご主人さんの親御さんも含めてそういう周りの方ですよね、周りの方の意見で聞かないといけない、ちょっと一応声かけとかないといけないとかいうような方がもしいらっしゃるのであれば、そういった方がその風水とか仮想とかに対してどういう考え方があるのかっていうのは軽く聞いておかれる方がいいと思いますね。そうしておかないと自分たちは一生懸命調べてこれがいいなと思ってできた間取りっていうのに対しても親がいやいやこの本こんなこと言ってたし、この先生はこういう考え方だからこの位置のこれはダメだよとか、この位置の階段はダメだよとか、ここの玄関はダメ、ここの収納はダメ、ここでトイレはダメとかっていう形になってくると本当に設計上収拾がつかなくなりますので、設計に入る前にもし親がそういうことをちょこちょこ言われてるのであれば早めにちょっと親の意見を聞いておくとかいうところでまず方向性を早めに決めておきましょうというのがまず2つ目のアドバイスになります。で最後3つ目なんですけども、この仮想を気にしているとか、風水を取り入れたいっていう場合は設計者の方に事前に伝えておきましょうっていうことですね。ある程度最初からそういうことを気にしているのでそういう意見が入ると思いますっていうことは伝えておく方がいいかなと思います。っていうのが、ほとんどの設計者っていうのはさっき言ったようにその仮想とかを、あまり採用されない方の方がどちらかというと多いんじゃないかなと思います。仮想風水は置いといて、使い勝手重視とか住み心地重視とかっていうところを優先して間取りを書く設計者が多いと思いますので、その方に全部設計ができた後にいや実はすいません仮想で気になるのでこことここを全部変えてくださいっていう風になってくるとすごく大変なんですね。でこの意見調整がすごくやりづらくなっていきますので、もし仮想とか、風水とかそういったものを気にされてるのであれば一番最初の設計の段階からここをこういう風にしたいとかここは絶対にこうしたいとかっていう、決め手になるポイントがあると思いますので、そこは絶対考えているんですっていうことを設計前から、要は設計のヒアリングですよね、どんな間取りにしましょうっていう1回目の打ち合わせの設計ヒアリングの時から、いやすいません実は親がすごく仮想を気にしてて親は絶対その仮想を取り入れろというふうにどうしても言われているんです、すいませんみたいな形でもいいですし、いや実は僕がすごく仮想を気になっているのでこことここの位置とこの辺に関してはちょっと取り入れてほしいんですみたいなことを設計者に最初に伝えておきましょうという形ですね。最初からできた設計に対していや実はここトイレ全然ダメなんですよとかって言って後から出すんではなくて、ある程度程度最初からこういう風にしたいっていうことは伝えておかれる方が絶対設計はスムーズに進みますし、せっかくできた間取りに対して風水がダメだからって言って結構間取りがガラッと変わると、設計者もちょっと気分的に萎えちゃいますので、できれば最初からそういう風なことを取り入れたいっていうことは伝えておかれた方がいいんじゃないかなっていうアドバイスになります。はい、でまだまだ他にもあるんですけども、とりあえずこの3つのポイントですよね。見る人、聞く人、見る本は1つに絞る、1人に絞る、で親の意向は先に確認しておくことですね。でどっちが意見を通すのかっていうことはちゃんと事前に決めておくことで、3つ目っていうのが仮想を気にしてるとか、風水を取り入れたいとかっていうのは設計者に事前に伝えておきましょうという方が設計の打ち合わせスムーズに進みますよっていう形になりますというところですね。この3つのポイントは押さえた上で最終的に仮想化とか風水を取り入れるっていう風な形で打ち合わせを進めていかれるといいんじゃないかなというふうに思いますので、その辺をですね意識して打ち合わせを進めてみてはいかがでしょうかという形になります。でちなみに私は最初に言ったように仮想は1ミリもすいません、信用していませんので、なんかそういうのを取り入れたいって言われても僕は一切分かりませんという答えになるかなと思います。もちろん一般的ななんか裏起問表起問とかね、そんなんは分かりますけども、だからどうなのかなっていうところがあるので、本当に、基本的には仮想は言われない限りは1ミリも気にしていないっていうふうに考えています。で多分そういった設計者の方がどちらかというのが多いかなと思いますのでね、もし、今から設計依頼されるオーナーさんが気にされているのであれば、その辺はちょっと事前にお伝えしておきましょうというようなアドバイスになりますという感じです。はい、そしたら今回は以上になります。この動画が参考になりましたらぜひグッドボタンお願いいたします。チャンネル登録まだの方ぜひチャンネル登録お願いします。あとメールマガジンですね、やっておりますのでよかったらメールマガジンですね、普段配信できないこと、普段表では言えないことをメールマガジンに配信しておりますので、よかったらメールマガジン登録していただけたら幸いです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。